オスカルの演技はもちろん、演出や脚本、小道具まで最高の状態に仕上げてみせる。それが座長としての責任よ。過密な裏方のスケジュールに演技の稽古、大変じゃないと言えば嘘になるわ。でも私は絶対にこの舞台を成功させてみせる。自分の研鑽の時間を割いて力を貸してくれるみんなのため、そして私自身のために。各校から最高のメンバーを揃えて挑む今回のコンクール、決して無様な敗北はできないわ。許されるのは優勝だけよ。座長としてチームを最高の舞台に導くこと、そのためなら何だってやろうって思ってた。でもそれが結果としてみんなの足を引っ張ってちゃ元も子もないわよね。それに気づかせてくれたのは、いいえ、これは私の心の中だけに大切にしまっておくわ。各学校の選抜メンバーによるベルサイユのバラ、西条さんの最高の舞台への執着は大したものです。稽古が始まった頃の西条さんを見ていて、一切気がかりがなかったわけではありません。しかし西条クロディーヌを、いえ、オスカルを支える影に徹することが私の役だと悟っていましたから、彼女を信じ支え続けることで身も心もアンドレになれたように思います。西条さんから誘われた時、そうそうたるメンバーとあのベルサイユのバラを演じられるんだってワクワクした。本番はスズとイサメも見に来てくれると言っていた。自分の役割を全うするプレッシャーもあるけれど、あの二人が見ててくれると思うとなんだか少し落ち着く。二人が息を呑むようなマリー・アントワネットの美しい生き様、見せられるといいな。